律案はですね、今日高橋長官もいらっしゃいますし、村瀬部長もいらっしゃいますが、もう法律案は大変、もうどなたかもおっしゃってましたが、大変な調整作業の中で作られてる、来られてることですから、おおむね、野党の皆さんもですね、ね、山崎先生、ね、全体的にはいいですよね。さっきも言ってたんですよ、すごくいい法案だよねっていうことがあった言ってましたよね、山崎さん。修正もしするとしても、もうちょっとしかないと、まあ、そういう話をしてたんですが、今日のまあ参考人質疑、それから昨日の原子力特技で、原子力の話を伺いました。で、須藤グループ長、あるいは村瀬部長からもですね、ご答弁をもういただいてますが、ちょっと私としては、大変こだわりというかですね、があるところですので、ちょっと梶山大臣に今日はお願いをしたいということで、ちょっと繰り返しになりますが、3点ほどお聞きをします。まず1点目はですね、この例の福島第一原発のトリチウム水について、経産省としてですね、さまざまな取り組みをこれまでも、していただいてます。地元での説明会とかですね、それからまあネットでのいろんな発信とかされてますが、私がかねがね申し上げているのは、いやもう地元への説明はもうそれは やったらやっていただいたらいいと思うんだけど、福島の皆様への説明、あるいは関連の漁協とか領民の皆様へのご説明はよりもですね、問題になっているのは風評被害なんだから、風評被害の被害者、被害を受けられるかもしれない、風評被害の被害側にいくら説明しても仕方ないですよね。風評被害の加害者、風評被害の加害者にちゃんと正しい科学的な情報を理解させなければ、風評被害というのは解決しない。被害者じゃなくて、加害者にしっかりと説明していく、まあ、加害者って誰かって言うと難しいんですが、まあ、広く国民、あるいは韓国をはじめとする諸外国なわけですが、大臣、この辺、私のこの被害者じゃなくて、加害者への、加害者というとあれ、国民への、広く国民への、福島への説明じゃなくて、全国の消費者への説明が重要だと私は思いますが、大臣はどうお考えでしょうか。梶山経済産業大臣。ご指摘のアルプス処理水の取り扱いに伴う、まあ、風評被害を考えれば、地元の皆様の不安払拭のみならず、国内外の理解を得られるよう、情報発信や説明を重ねていくことが重要だと思っております。経済産業省としては、これまで一般国民や消費者に向けて、解説記事や動画、パンフレットなど、さまざまなコンテンツを作成して、ホームページや SNS を通じて発信してきましたが、引き続き機会を捉えて、情報発信を行ってまいりたいと思っております。まあ、これは政府のみならず、事業者である東京電力にも、まあ、しっかりと取り組んでもらいたいと考えております。また流通や観光といった消費者や直接相対、相対する立場の全国団体からは、5月11日に開催したご意見を伺う会において、福島の復興のへの貢献のための情報発信や風評被害対策に協力したいというご発言もありました。これ、どういう処理法を考えてもですね、必ずやっぱり風評が起こります。まあ、それをどうするかということを非常に委員がおっしゃるように大切なことでありまして、その同時処理法というのは陸上においてもそうですし、まあ、今、小委員会が挙げた 2つの処理法も含めてそういうことだと思っております。そういったことに対してご理解を得るための活動と、そしていかに風評を少なくするかということを現実に考えてまいりたいと思っております。ぜひ梶山大臣のリーダーシップでご努力をいただきたい、こう思います。昨日の原子力特異ではですね、小泉大臣の名前を出して、で原田環境大臣、前環境大臣が、いろいろ問題提起をいただいたことについて、小泉大臣が直後にもう逆噴射されてね、問題、せっかくの原田前環境大臣の問題提起を、まあ、もみ消しちゃったということについて苦言を呈させていただきました。ただかつて小泉大臣がですね、マスコミでいろいろ取り上げられている時代は、私一人で、小泉さんに苦言を呈してたんですけど、最近はもうあんまり言うとですね、
なんかいじめてるみたいになるんで、もう小泉大臣のことはもう期待してませんが、あの梶山大臣に期待をして、あのなんかまた言い方良くないね。あの本当にこの発信の問題ですから、これは発信の問題ですから、情報発信の問題ですから、あの経産省の皆様に期待をしたいと思います。で大臣、あのもう一つですね、これも何度かあの、別あのいろんな形でご答弁いただいてるんですが、政府から梶山大臣からも改めてちょっとこう事実関係をご紹介いただきたいのは、ちょうどあの日本原燃 の, 再あの六ヶ所村の再処理工場が、稼働に、まあ、というか、まあ、いろいろ手続きがですね、前進をしているという中でありますので、あえて取り上げるわけでありますが、福島第一原発にかかる処理水、タンクにたまっている、でこれはのトリチウムの量ですね、トリチウム水の量、これをまあ議論しているわけです。でただ、繰り返し申し上げますが、福島にたまっている量と、それから青森六ヶ所村で、再処理工場がフル稼働したときに海洋放出される予定になっている、フル稼働したときに排出される予定になっているトリチウムの、トリチウム水の、まあ、ベクレルとか量、規模、これをですね、ちょっとやっぱり並べて、ちゃんと国民の皆様にもご理解をいただきたい、こう思うんですが、大臣からその辺の事実関係、ご紹介をいただきたい。事実関係について述べさせていただきます。六ヶ所再処理工場における年間の最大処理量である800トンの使用済み燃料を再処理した場合におけるトリチウムの推定海洋放出量は約1計8000兆ベクレルと承知しております。また、福島第一原発に貯蔵されているアルプス処理水に含まれるトリチウムは全体で約860兆ベクレルと推計をされております。機械的に計算すると6カ所再処理工場における年間推定放出量の約20分の1となっております。なおトリチウムを含む放射性物質の放出により6カ所再処理工場の敷地外における人体への推定被曝量は最大で年間約 0.022 ミリシーベルト、この値は規制基準であり、あります年間1ミリシーベルトよりはるかに低い水準となっております。今、経産委の皆様も改めてご認識をあの、まあ、聞いていただいて、これあの、釈迦に説法ではありますが、20倍です。だからあの、逆に言うと福島は、福島のタンクが検電されてますが、これはあの20分の1です。だから1年間、何年もかけて開放する場合には、もっと1年間の量は小さくなる。1年間に今溜まっているものをすべて海洋放出してもですね、青森の20分の1だということを今、大臣からもご紹介をいただいた。ただ、私もですね、何かあの風評、福島にかかる風評被害を青森に拡大したくて言ってるんじゃないんです。だからこそ、大臣も今、なおということで、いや、しかし、それでも全然安全なんだよと。科学的には全く問題ないんだということを復元してくださったわけでありまして、私もですね、それはあの風評を広げたいから申し上げているんじゃなくて、やはりこの今新型コロナでも問題になっているリスクコミュニケーション、これを国民の皆様にしっかりと、との間でリスクコミュニケーションを図り、福島の本真の意味での復興を実現するために申し上げているということをですね、ぜひ委員の皆様にもご理解を賜りたいと思います。だからこそ日本維新の会の代表でもある、松井一郎大阪市長はですね、大阪湾とあえて申し上げたわけであります。やっぱりこの原子力の問題は原発立地地域にしわ寄せ幅寄せをするのではなくて、まさに電力の大消費地である大都市、まさに東京であり大阪、東京湾であり大阪湾、全国がですね、これは一言じゃなくて、いや、福島沖に流せばいいんだと、そういう問題ではなくて、全国の国民、全国の知事、全国の私たち国会議員がですね、自分の問題として考えれば、これ、おのずと、結論は出るのではないかと思っての問題提起であるということをご理解ください。